どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、デュエルリンクスラジオをやっていこうかと思っておりまして、本日のトークテーマなんですが、毎年ですね、1月の1日、元旦には、ものすごいぶっ壊れボックスが来るんですよ。めちゃくちゃ強いカードがいっぱい収録されている、なんかお祭りボックスみたいなやつが1月1日にいつも来まして、まあそれと同時にいつもストラクチャーもね、発売になるんですが、今年もおそらくまあぶっ壊れボックスとぶっ壊れストラクチャー来るんじゃないかと私は予想していまして、こちらのね、予想、ただの予想です。ただの、オタクによる予想、遊戯王オタクによる予想をね、やっていこうかなと思っております。いつも毎回ボックスどのぐらいぶっ壊れてるのかっていう話を先にしていくんですが、まずですね、この2020年の1月1日の、ボックスはどういうボックスだったかっていうと、黒の魔導陣が入ってるこのボックスですね。はい。ランページとか、オーバーロードとか、サイバーロード、サイバードラゴンコアっていうあまりにもぶっ壊れモンスターがなんか多数収録されていたこの、フューチャーホライゾンっていうボックス、これが2020年の1月1日でございました。はい。で、2021年の1月1日は何だったかっていうと、インフィニットレイ、これなんですけども、これ何が入ってたかっていうと、まあ、レビオニアとか、それからレスキューラビット、セプスロ悪さいっぱいしましたね。まあもうすでにリミットなんですけど、これとか、あとエネアード、それからトレミスなどといった、もうとにかく、まあ、パッと見、あとライノセバスも入ってるんじゃん。まあ、パッと見マジでこのボックスやばいよねみたいなモンスターがたくさん収録されている非常に素晴らしいボックスでした。はい。あと聖騎士も入ってますね。はい。で、こういうボックスが来てるってことは、おそらく今年の来年か、2022年の1月1日のボックスも多分ぶっ壊れるんですよ、おそらくね。おそらく。じゃあストラクチャーは一体どういうものが あったかっていうと、おととしがこのドラグニティオーバードライブ、はい、2020年の1月の12日に実装になっております。はい。ドラグニティは人気テーマですからね、非常にね。はい。今でもまあ局所取り上げられましたけど、今でも普通に強いです、ワンキルデッキとしてはね。とか、2021年は何かっていうと、このブルーアイズエボリューション、これも1月の12日のストラクチャーで実装になってるんですよ。これがね、まあ、ドラゴン族ストラクチャーが連続してきてるっていうことで、まあ、今年もドラゴン族のなんか強化来るんじゃないかなと思ってるんですけども、なんか何らかの、このストラクチャー両方とも非常に優秀でとても強いカードが実装されてましたんで、今回の企画は、1月1日のボックスと、あと1月の12日のストラクチャーを予想していきたいと思います。内容を早速ね、メインボックスに収録されるカードの予想からやっていきましょう。まあ、一応ね、オタクなりに予想した理由とかも、まあ、一応ね、ちなみに、予想するとか言っても、当たるわけないんで、マジでオタクが妄想してるだけだと思って聞いてください。まずはマンジゴット。最近ちょっと儀式推しが来てるんじゃないですか。前回のボックスの、ネクロスとかもそうですし、なんかちょっと若干儀式のこと救済してくれるんじゃないかなと思ってました、一応ね。だから、まあちょっと儀式の準備とか、儀式の下準備とかは、よこしてくんなくてもいいんで、マンジゴットくらいくんないですかねっていう、そろそろ、いよいよ来るんじゃないかなと思ってるんですよね。前段のネクロスとかも、もうちょい売りたいかなっていう、まあコナミの売り上げ的な理由もちょっと加味して、このくらい来てくれるんじゃないかみたいな、あと月の人も入ってますし、前回のボックスは。そろそろ来ると思うんですよね。一応ね、ネクロス結構強いテーマで、OCG ではかなり環境を取っていたこともあるんですけれども、今現状リンクスだとまだ歯抜け実装っていうところもあるし、まだそんなにそこまでその KC カップとかで大暴れするみたいなレベルではないじゃないですか。だからこのマンジゴットを実装することによって、なんかその全ての儀式デッキのパワーをちょっと底上げするっていう、これそろそろあるんじゃないかなと思ってるんですよね。うん。これが来ないと儀式が安定しないんで、ワンチャンある。次、幻想の見習い魔導士、これはね多分あるね。これは一応理由がありまして、結構ちゃんとしたなんかね、最近ゲーム内のなんかその内部データによってリアリティの変更があったらしいんですよ。
これね、結構そのあるあるなんですけど、なんかレアリティ変更みたいなのがかかると結構次か次の次くらいに実装されるみたいなのがありまして、デュエルリンクスのカードなんで12月の10日のボックスでこいつ来なかったんで、多分ね1月1日なんじゃないかなと思ってるんですよね。まあ、最近ブラックマジシャンデッキが強化されてないっていうのもあるんですけど、こいつそろそろ来んじゃねえかなと思っております。一応効果なんですが、手札から1枚な何でもいいから手札捨てると手札から特殊感できるっていう効果 で特殊感に成功するとブラックマジシャン持ってくるよっていう効果なんで、まあ、一応、サーチプラスなんか墓地に置いておきたいカード、ナビゲートとかなんかそういうカードをパッと墓地に置いとくことができたりするんですよね。だ結構強いと。でしかもこれ手札誘発効果持ってて、自分の、闇属性魔法使い族モンスターが相手モンスターと、戦闘を行う、ダメージ計算時、はい、ダメージ計算時ですね。この時に、自分のこのカードを手札かフィードから墓地を送ると2000打点アップするよみたいな効果あるんで結構強い。これね、てかそろそろアテムに強化来ると思うんですよ俺。ブラックマジシャンって運営もまあある程度まあ定期的に強化入れてるテーマなんでね、 OCG の方でもそうですし、多分ねそろそろ来ると思う。うん、これは結構硬いと思ってる俺は。 DD ネクロスライム、こいつもねそろそろ来ると思うんだよね。うん、まあ前々段か前の前のボックスと、あとストラクチャーで強化されてる DD っていうテーマなんですけども、まあ言うてね、あの前回の KC カップでめちゃくちゃ上位に食い込んでるってことなかったじゃないですか。だからまだね、まだなんです多分。まだそこまでめちゃくちゃぶっ壊れているテーマではないと。ちなみに僕DD デッキはどこで一番当たってるかっていうと、KC ファーストステージのなんか、レベル19ぐらいの、あと1個上がったら KC セカンドステージいけるぐらいのところでめちゃくちゃ当たったんですよ、DD。ってことは多分そのくらいのレベル感だと思うんですよね、DD って。ってことは逆に言うと、もうちょっと強化してあげれば環境レベルまでドーンと来てくれるっていうことだと思ってて、ってことはそろそろネクロスライムくらいくれんじゃないかなみたいな。ちょっとサイフレームじゃねえや、サイフリートとかあの辺だとちょっと制圧力高くなりすぎますけど、こいつくらいだったら展開力が上がってなんかめっちゃキル能力が高くなるくらいなんで、ワンチャンこれとかくるんじゃねえかなと思うんだよな。あ、効果なんですけども、このカードが、墓地に存在する場合 DDD 融合モンスターカードによって決められたこのカード含む融合されモンスターを自分の墓地から除外して融合モンスターを、エクストラデッキから特殊化するという、まあ、墓地融合ですね、はい、マシン王の契約書みたいな感じで、まあ、ネクロスライムと スワラルスライムを墓地に送ってなんかダルク出しながら、ネクロスライムと、スワラルスライムを除外してダルクみたいな2枚で2体融合モンスターが出るみたいなね、感じのモンスターになってるんですけども、これ結構ね展開力上がるし楽しいと思うんだよね。ちょぶっ壊れすぎみたいな話もあるかもしんないけど、ただ言うてそこまでなんか DD 暴れてるかって言われてると今そんなに暴れてないと思うから、そろそろ来んじゃないかなと思ってます、個人的には。はい、個人の予想なんで。次、ルドラの魔導書。これね、魔導書再建リミットがまあちょっと変わりまして、リンクス内の若干そのまあ緩くなったんですよね。まあ緩くなったって言えるのかな。まあ一応、ゲーテの魔導書がリミット3になって、でセフェルの魔導書がリミット2になったみたいな感じの確かリミットだったと思うんですけども、そろそろ魔導書のなんか強化来るんじゃないかなと思ってるんですよね。で魔導書ってなんかぶっ壊れカードいくつかあってやばいカードいくつかあるんですけど、このルドラの魔導書くらいだったら許されるんじゃないかなと思ってるんですよね。これ1ターンに1枚しか活動できないんですが、自分の手札かフィールドの魔導書カード1枚または自分のフィールド上の魔法使いモンスター1体墓地を送ると自分はデッキから2枚ドローする。これね結構強くて、まあもちろんね、バテルとかで持ってきたりできるんですけど、まあ、バテルをリリースして、まあ、2枚ドローして、なので昔はねブラックマジシャンデッキとかにも入ってましたね。魔導書デッキだけではなくドローソースとして、まあ、通常召喚機もそこまでね使わないデッキとかであればブラックマジシャンデッキとかって、まあ、ロットぐらいにしか咲かなかったの昔はね。なんでルドラの魔導書をそのバテルと一緒に出張させて、でバテルを召喚して、でルドラ察知してルドラでリリースして2ドローしながらその手札を交換するみたいな、まあ、ギミックがあったんですけども、まあ、その辺のギミックができるようになったりとかねするんで、まあ、これはブラックマジシャン強化と言ってもいいかもしれないですし、まあ、魔導書強化でもあると思うんですけども、別にモンスターじゃなくてもいいからさ、魔導書カードでもいいんで、だからまあ手札交換ができると、でしかも、まあ、魔法カードをね墓地に貯めやすいっていうこともありまして、これまあゲーテがめっちゃ打ちやすくなるから かなり強いと思うんだよね、魔導書デッキにとっては。
だからまあ今回のリミットも加味するとこの辺は来てもいいのかもなと思ってますね。一応魔導書ってめちゃくちゃ本当は強いんですよ。今誰も使ってないんで、この辺のカード来たらまた注目されるんじゃないかなと個人的には思っております。はい、どうでしょうか。ルドラはやばすぎるかな。このくらいギリ許されるんじゃないかなと思うんだよな。次、オットワイズアブソリュートドラゴン。これオットワイズ強化が毎段毎段来てるんですよ。例えば最近だとあのオットワイズユニコーンが来て、であのオットワイズメテオバーストが来てっていう感じで、オットワイズちょこちょこね、あの毎回毎回ボックスに新しい追加がポン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 みたいな感じであの入ってまして、まあオットワイズデッキ組む方はね、毎段毎段向かないといけないんで非常に大変っていう思いをしてるんじゃないかなと思うんですが、オットワイズの、まあ、シンクロが来てくれたんで、まあ、一応次エクシーズあたり来るんじゃないかなと思ってて、オットワイズアブソリュートドラゴンでどうでしょう。はい、これすげえ強いんですよこの人。効果なんですがレベル 7×2 で作れまして、でオットワイズアブソリュートドラゴンの 1,2 の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。1番、自分または相手のモンスターの攻撃宣言時、このカードのエクシーズはどのぞいてその攻撃を無効にする。かなり、ね、防御性能が高い。でさらにその後自分の手札墓地からオットワイズモンスター1体を選んで特殊召喚できると。これねオットワイズデッキの革命ですね。まあ要は、オットワイズアブソリュートドラゴン3を出しておけば、まあ、あのホープみたいな感じで攻撃を無効にしながら、あの素材にしたオットワイズペンディラムドラゴンとかを蘇生できるんですよ。これ非常に強力です、防御性能として。今マジでめちゃくちゃ弱いんで、あのペンディラムオットワイズテーマというかデッキが、なのでこのくらい来てくれると、まあ、あのオットワイズペンデラムデッキ使ってるうまみ、まあ、先行でエクシーズをするうまみとかも出てくるんじゃないかなと思ってまして、でさらに2番の効果もかなり強くて、エクシーズ召喚されたこのカードが墓地へ送られた場合、まあ、除外とかされなければね、エクストラデッキからオットワイズアブソリュートドラゴン以外のオットワイズモンスター1体を特殊召喚できるよと。あのねオットワイズってマジでぶっ壊れモンスターたくさんいまして、エクストラに入るやつもなんかボルテックスとかが一番有名ですかね。ボルテックスドラゴンってやつがいてマジでやべえ強さ持ってるんですけども、まあ、あの辺は多分ねリンクスに来ないと思うんですよ。多分デュエルリンクスってゲームは許されない性能してるんで、多分あの辺は来ないと思ってて、なんか今出せるのマジでオットワイズのあのメテオバーストとかくらいしかいないと思うんですが、まあそのくらいだったら許されますよね。別にオットワイズアブソリュートドラゴンが来てくれるとかなり先行硬くなるんですごく嬉しい。先行でさ、今さマジでオットワイズ2体並べてもさ、出すモンスターなんかあのドラゴサックとかしかないじゃん。ぶっちゃけめちゃくちゃ弱いじゃん。ドラゴサック出したところでなんかアドバンテージ稼げないし、そんなにちょっと硬いだけ でバウンスされたら結局死ぬみたいな話あるから、オットワイズアブソルドラゴン も結構バウンスに弱いんですけども、結構あると思うんだよねこの辺。なんかねオットワイズ何らかのカードが来てくれて、なんかどれが一番嬉しいかなと思ったら、やっぱ多分ねこれだと思うわ。俺はこれだと思う。アブソリュートドラゴン、これないかな。俺が欲しいだけっていう話なんですけどね。はい、で一応ですねメインボックスに入るんじゃないかなと予想しているカードはこれが最後になるんですけど、気候数インフィニティコア、これ気候モンスターです。あのね気候デッキの強化あまりにも甘すぎて、もう全然環境だとあんま戦えないみたいな感じなんですよ。まあ、ゴリ押して勝利数稼げばデュエルキングギリいけるからくらいのパワーなんで、正直強くはないというデッキになっちゃってるんですよね今。はい、なんでこの気候数インフィニティコアっていうこのカードをぶち込んでいただけると、ある程度ねサーチが安定しますし、まあ、そこそこの強さになるんじゃないかなと思ってまして、でさらに気候艇もあの展開力が上がるんで、新しいなんかその気候艇をなんか3種類特殊召喚しないと使えないみたいな、あのスキルとかも活かせると思ってるんですよね。でそれがこのインフィニティコアっていうモンスターで、これどういう効果持ってるかっていうと、まあ、1番2番3番、あるんですが、1番は召喚特殊召喚に成功した場合に、気候魔法トラップカード1枚を手札に加えると、あれですね、あれ持ってこれます。あの気候創出、あの気候モンスターをサーチできる実質ね、あれが持ってこれます。まあ、アドバンテージをめちゃくちゃ稼ぐことができると、インフィニティコアさんで、2番目、このカードは一旦2度だけ戦闘では破壊されない。まああんま使わないですけどねこれ、あの0-0なんで、ちょっとあんまこいつを戦闘で破壊されなくするとなんか2連打ぐらいされて死ぬんで、この効果あんま使わないので、カットとインフィニティコアさんどいてもらって気候喪失で、
あのどかすとか、まあ、リンクサーにするとか、まあ、そういう動きがね基本になってくると思うんですけども、はい、で3番はこのカードが効果で破壊された場合、同じ属性のモンスターが自分のフィールドに存在しない気候低モンスター一体を手札デッキから召喚条件無視って特殊召喚するということが書いてあるんですよ。だからインフィニティコアさんをぶっ破することによって気候喪失を持ってきて、気候喪失でねぶっ破することによって、ワイゼルインフィニティとグランエルインフィニティが並ぶとか、グランエルインフィニティとスクエルインフィニティが並ぶとか、まあ、そういうね、あの気候非常にロマン盤面が完成するわけですよ。はい、こいつがいればギリギリ気候帝3体並ぶと思うわ俺。気候神マシュニクルインフィニティ、ワイゼルインフィニティ、グランエルインフィニティみたいなあの盤面にもできると思う多分。だから超アポリアごっこができると思う。なんでこいつはね実装していただきたい、ぜひ。これはマジであのアポリアファンからの希望だと思っててください。予想というか俺の希望。はい、次なんですが、次はねストラクチャー。ストラクチャーはね一点読みします。私ストラクチャー一点読み。ストラクチャーはですね、ギャラクシーアイズサイファードラゴンストラクでどうでしょう。あると思うんだよねサイファー。あのアークファイブワールドが来ましたし、あのあちなみにこのテーマはどういうテーマかっていうと、あのカイトさん、アークファイブワールドのカイトさんが使うテーマなんですよ。アークファイブワールドではギャラクシーアイズフォトンドラゴンじゃなくてギャラクシーアイズサイファードラゴンの方が、まあ、なんでかメインというかになってるんですけれども、カイトさん、あのねストラクチャーは、まあ、毎年ドラゴン族であると、ドラゴン族のストラクチャーで、すでにあるテーマを強化するボックスであると、聖眼とかドラグンティーとか、なのでサイファー、これ結構ね理にかなってると思ってて、でしかもあのエクシーズ出すエクシーズが何か分かんないんだけど、まあ、そこまでぶっ壊れモンスターを出さなければ、まあ、ちょうどよく今のフォトンを強化してくれたりとかすることがあると思うんですよね。あ、こいつどういうことを思ってるかっていうと、まあ、これあのアークファイブワールドのカイトさんの切り札なんですが、レベル8モンスター2体で作れますよと。で一旦に一度このカードの素材を1つ除くと、IT フィールドのモンスターのコントロールをパクります、はい、エンドフェーズまで。でこの効果で、コントロールを得たモンスターの効果無効化されて攻撃力は3000になって、カード名を、ギャラクシーアイズフォトン、サイファードラゴンとして扱うと。でこの効果の発動後、端子路地まで、このカード以外のサイファー以外の自分のモンスターは直接攻撃はできないよっていう感じの効果になってるんですよ。これあの経由地点でございまして、大体あの上に重ねるっていうね、あの召喚方法があるんですが、多分上に重ねるモンスターは来るかどうかは分かりません。よく来ちゃったら来ちゃったらなんかめちゃくちゃぶっ壊れるから、あのサイファーブレードとかだと、あのレベル8に2体並べてその上に重ねてエクシーズして、でさらにあの相手のカード割ったりとかっていうことができちゃうんで、サイファーブレードでこれね、ランク8のギャラクシーアイズエクシーズモンスターの上に重ねてエクシーズ召喚できるって書いてあるんだけど、これは、だからあのレベル8が2体並べば、ギャラクシーアイズサイファーが出せて、でサイファーの上になんか雑に重ねてエクシーズ召喚するっていう、そういう感じですね。で一旦に一度フィールドのカード1枚を破壊できますよって書いてあるんですよ。これがすごい強くてね、まあ、先行だと微妙だけど、あの後攻だとこの、あのカードかなり強いんですよね。相手の伏せカードも魔法トラップカードもね、あのモンスターも割れるんで、でエクシーズ召喚したこのカードが相手モンスターの攻撃または相手の方で破壊されたら自分の墓地のギャラクシーアイズサイファードラゴンを特殊召喚できるよっていう耐久能力を持ってるんで、まあ、これちょっと強すぎる気もしないでもないですけど、3200ですし、はい、なんですけど、いやなんだかんだ言うて多分ね俺人気テーマ来ると思うんだよね、ストラクチャーって。だからギャラクシーアイズサイファードラゴンとこれどう、これプライムフォトン、いやプライムフォトンくらい許してくんねえかな、ダメかなこれ殺意高すぎるかな。これ、ね、最強モンスターなんですよこれ。カイトさんの超絶エースモンスターでございまして、マジ脳筋なんですよこれ。リンクスのライフ4000程度であれば消し飛ばす能力持ってまして、レベル8のモンスター2体で作れるよと。このカードが、あ、これマジさ、脳筋だけなんで、ほとんど殴るだけです、これ。このカードが戦闘を行うダメージ計算時、このカードの、素材を取り除いて、このカードの攻撃力はそのダメージ計算時、のみ、フィールドのエクシーズモンスターのランクかける200アップすると。まあ、要は、まあ、自分がランク8なんで、1600は最低上がります。はい。最低でも。だから5600にはなると。一応ね。で、ギャラクシーアイズフォトンドラゴンをエクシーズスライドして持っていないこのカード
が相手に与える戦闘ダメージは半分になっちゃうよと。だからまあギャラクシアイズフォトンドラゴンを使ってねという、まあ、そういう、デザインになっております。はい。で3番目は、ギャラクシアイズフォトンドラゴンをエクストライトして持っているこのカードが相手の効果で破壊されたら、発動後2回目の自分のスタンバイフェーズにこのカードの攻撃力を倍にして得勝すると。これはねアニメでもねこの効果ね利用してねカイトさんがねこのプライムフォトンドラゴンをね8000にしてね場に戻すっていうね熱いシーンがあったんですよ。これマジで欲しい。これも希望俺の。ギャラクシーアイズフォトンドラゴンを素材として持っていれば要するに結構強いと。でただ耐性は何もないし、あの普通に殴るだけのモンスターなんで、こんくらいであればギリ許してくれるんじゃないかなと思ってるんですが、どうでしょう。ちなみにあの相手のフィールド の, あのエクシーズモンスターのランクもあの合計しますんで、ワンチャン相手がエクシーズデッキであればめっちゃ強い打点になるかもしれません、このモンスターは。はい。ギャラクシアイズってなんか他のモンスターめっちゃ強いんです、大体。まあ、このくらいじゃないとね、あの バランス取れないなと思ってて、なんかあの FA フォトンとか、あとその さっきのサイファーブレードとかだと除去能力がめちゃくちゃ強いんですが、まあそのくらいなんか許されてもいいような気もするけどね、今の環境だったら。正直まあこんだけねあのインフレが進んでると何が来てもおかしくないなとは思ってるんですが、多分ねその8に並びにくいし、今ギャラクシーアイズデッキだったら青眼デッキとかあとギミックパペットデッキとかであれば簡単に並ぶとは思うんですけど、結構ねギャラクシーアイズ今8に並べるの結構大変だと思うんで、まあサイファーと、プライムフォトンとあとこれ、ギャラクシーナイトくらいであれば許されんじゃないかなと思うんだよね。なんだっけ、アフターグローとかギャラクシアイズってなんかめちゃくちゃ強いあのモンスターが新規実装されてまして、1年前ぐらいかな、アフターグロードラゴンっていうなんかマジで、まあ、簡単に言うとマジやべえモンスターがいるんですよ。そいつとかは多分来ないとは思うんですけど、ギャラクシーナイトとかだったら許されんじゃないかなと思ってて、これどういう効果持ってるかっていうと、自分のフィールドにフォトンモンスターかギャラクシーモンスターが存在する場合、このカードをリリースなしで召喚できますよと。まあ、要は召喚権は使いますって感じですね。で、墓地のギャラクシーフォトンを蘇生できます。召喚に成功したら、一番の効果で。だから、なんかその、今まで通りの、動きをしながら、ギャラクシーナイトも通常召喚して、結構召喚権余るんでね。ギャラクシーデッキって結構特殊召喚が多いんで、召喚権余らしてこいつを召喚しながら88を並べていくと。今のフォトンで言うと、例えばまあギャラクシオン並べるじゃないですか、先行で。大体まだフォトンスラッシャーとバニッシャーでなんか特殊召喚して両方ともで、まあギャラクシオン並べて、でギャラクシオンとなんだっけ、ギャラクシアイズフォトンが並ぶでしょ。だギャラクシアイズフォトンとギャラクシーナイトで2体でギャラクシーアイズサイファーとか、どう、かっこくない？超かっこいい場面だと思うんだよね。ギャラクシオンとサイファーみたいな。まあ、ギャラクシオンしか、それか、ギャラクシオンと、プライムフォトみたいな。かっこよくない？めちゃくちゃやりてえわ。ちなみに僕は OCG の方でも、一応ギャラクシーアイズデッキ、組んでるんですけど、プライムフォトンはね、OCG の方だと本当にやばい打点になるんですよ。なんか、平気でなんか1万6000ぐらいは。出すんですけど、まあ、アフターグローなければ多分ねギリギリ許されると思うんだよね、プライムフォトンくらいだったら。なのでこれはまだ私の希望で、年始の、ストラクチャーはギャラクシーサイファーをぜひ、実装していただけると嬉しいです。とっても、はい、そこまでぶっ壊れないとは思う。以上オタクの予想でございました。皆さんもですね、どんなモンスター、そしてどんなストラクチャーが来るかっていうのをちょっと理由付けで、もしよかったらコメント欄にちょっと書いておいていただけると、ありがたいなと思います。で当たった、方にはね、盛大なる拍手をそれだけっていう、盛大なる拍手をお送りしたいと思いますんで、ぜひ皆さんも何が来るか予想してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。